あ、ゲラルト、何の御用かな。帝国に大きな変化が。気づかないのか。陛下がお前を召喚された、その理由は一つだけ。御令嬢をお探しなのだ。詳しいんだな。我が父の子として当然だ。父親に何の関係があるんだ。父は陛下の重臣、虎視眈々と皇位を狙う対立派のことは熟知している。シリラ様の皇位継承こそ最善の策だ。だが周知の通り、女帝の隣には皇帝が必要。父ならばふさわしきものを選ぶだろう。ではな。ネスフェン・エスクイーン。皇帝陛下。ウィッチャーか。何の用だ。シリの居場所を突き止めた。ようやくか。お前に任せたことを後悔し始めたところだった。早く連れてくるのだ。ワイルドハントがあの子を追っている。安全なのはケイヤモルヘンだけだ。そんなことは許さん。自分の娘は自分で守れる。守れるだろう。相手が普通の敵ならな。ワイルドハントは別だ。ここで戦えばビジマが危険だ。罪のない命が失われる。ケイヤモルヘンの周りは荒野だ。あんたの兵もずっと戦力になる。うん、いいだろう。一個大隊を行かせよう。一つ条件がある。指揮を取るのはブーシス将軍だ。同意できん。ウィッチャーに兵を指揮させるわけにはいかん。お互い譲る気はないということか。失礼する、皇帝陛下。シリを連れてこい。ああ、本人がそれを望めばな。ネーンジミュー大統領。ゾルタン。ゲラルト。シリの居場所が分かった。なら何をしている。早く迎えに行け。その前に仕事を頼んでおきたくて。ケイヤモルヘンに来てもらう。シリもそこへ連れて行く。すぐにワイルドハントが攻めてくるだろう。一緒に戦ってほしい。任せておけ。我が斧にかけて。ではケイヤモルヘン、ベセミルやエスキル、ランバートか。いいと思う。何の用だ。
お前に頼むかどうかすら正直今も迷ってる。だが今は少しでもオープの助けが必要だ。頼み事か。面白い。話してみろ。もうすぐワイルドハントがケイヤモルヘンに攻めてくる。奴らを撃退するためにあらゆる人材と物資が必要だ。ワイルドハント？そんな話を信じると思うのか。現実の話だ。悪夢でも冗談でもない。身を刺すような真実だ。悪いが今は自分の厄介事で手一杯だ。まだ損失を取り戻せていない。もちろんお前の働きが足りなかったせいだ。頼みを聞く義理はないな。邪魔なんだ。知らん。リビアのゲラルト、無事だったか。ケイヤモルヘンで一緒に戦ってくれ。シリをそこに連れて行く。すぐにワイルドハントが現れる。お前は俺が困っている時助けてくれた。今度はこちらの番だ。ありがとう。この戦いにお前の力は欠かせない。ベスを連れて行くかどうかは考えよう。どちらにせよ必ず行く。邪魔なんだ白髪頭。話せるか。ワイルドハントがケイヤモルヘンに攻めてくる。力を貸してほしい。ワイルドハントが。ではシリを見つけたんだな。居場所は分かった。見つけたらワイルドハントにも知られるだろう。なるほど。すぐに準備する。遅くとも明日には出発しよう。感謝する。構わん。この手であの子を育てたんだからな。ケイヤモルヘンで会おう。スベンがあんな英雄になれればいいのに。その剣は確かにすごいが、斧の方が信頼できるな。女王陛下、お時間いただけますか。やめてよゲラルト。私は前と同じ。地位は別として何も変わらない。難しい問題を抱えてる。力を貸してくれ。どうしたの。クラフからシリの話を聞いてるはずだ。シリを見つけたの。あと一歩のところまで来てる。だが俺がシリを見つけるとワイルドハントに察知される危険性がある。だからあの子をケイヤモルヘンへ連れて行き、そこで奴らと戦う。
共に戦う仲間が必要だ。うん、私はスケリッチを離れられない。でも代わりに最強の戦士を生かせる。やるもあるわね。来てくれるのか。もちろん、大喜びでね。彼のことは知ってるでしょ。心配ないわ。ああ、そうだな。ありがとう。勇敢に戦ってくれるわよ。力になれるといいけど、勝利を祈っているわ。茂みは人々を乗り込み、入ったものは二度と戻らなかった。ゲラルト、調子はどうだ。ワイルドハントがケイアモルヘンを攻めようとしている。力を貸してくれ。勇気がウィッチャーの砦に攻めてくると。お前は部族の味方だ。頼みを断ることはできない。アンクライト一族がかつて戦ったことのない敵だしな。すぐに出発しよう。ありがとう。この恩は忘れない。話がある。厄介事だが頼みがある。力を借りたい。聞かせてくれ。シリの居場所が分かった。だがシリと会えばすぐにワイルドハントがそのことを知るだろう。奴らは俺たちを追い襲ってくる。もう戦うしかない。手を貸してくれるか。黒の軍団の次は勇気どもか。それが俺の人生らしい。よし、シリを連れてこい。戦争だ。ニルフガードがどうかしたのか。最近沖の方を見ると太陽の紋章がついた船がこっちを睨んでる。捕虜を捕らえたりはしていないが、奴らが何か企んでいるのはバカでもわかる。だが恐れることはない。俺たちならまとめて撃退できる。スケリッチの斧で2羽の鳥を仕留めてやろうぜ。シリはケイアトロールドにいれば安全だ。お前の兵を危険にさらすことはできない。奴らとはケイアモルヘンで戦う。他の場所ではダメだ。ケイアモルヘンは何百里も離れてる。兵を移動するだけで何週間もかかるし、ここがニルフガードに対して無防備になってしまう。ゲラルト、すまん。それはできない。そうか。これ以上お前に迷惑はかけられん。それでは。待て。手ぶらでは返さん。せめてもの協力をさせてくれ。来い。素晴らしい職人技だ。いい刀鍛冶がいるようだな。アーレンド・アンクライト王の時代のものだ。アーレンド・ストーンフィストか。じゃあこれが冬の剣。実在したのか。マハカムで鋳造され、ドラゴンの炎で鍛えられた。代々アンクライト家に伝えられてきた剣。これからはお前のものだ。ありがとう。簡単に渡せるものではないはずだ。心遣いに感謝する。そいつが役立つことを祈る。ボーレードもあの世へ追い返してやれ。そのつもりだ。じゃあな。